これが第2章ってわけか。エピソード2というか。多分ここで終わるのじゃないかな。おお、続いた。マジか。これ本当に体験版？ちょっと待って、公式から、ちょっと疑われる。わからん、範囲わからんからさ。ちょっと待って。エピソード2も OK なわけ？それともあれか、ちょっとチラ見せってことか？ちょ、製品版と疑われそうなくらいのボリュームなんだけど、大丈夫これ。夏の空の下。どんな小さくてもいい。とりあえず日陰になっている場所を選んで横になる。だが夏の日差しは無情だ。ただでなくても少なくなった影を日が真上に昇るにつれてさらにどんどん奪っていく。入り込んだ中庭、海からの風がちょうど建物の間を通り抜け、ちょっとした天然のクーラーになる。海からの風、これだけならばとても風情がある。だが建物を通り抜ける風、まあ言ってしまえばビル風なわけだ。わけだから実際は風情のかけらもない。だがこの風情なきビル風だからこそとても涼しい。容赦がない冬の日差しのもと、俺は小さな木陰で横になる。これから1時間ほど俺は昼寝を決め込む。今日の予定はそうなっている。ん？寝転ぶと何やら変なものが視界に飛び込む。あれは教室の壁をにら、じゃ、教会の壁を睨む男。真夏に暑苦しい真っ黒なコートを着た非常識な男。結局留年だったんだ。まったく、暑苦しいものが視界に入ったものだ。迷惑極まりない。あいつ、何をやってんだか。炎天下で教会を睨みつけている。普通なら速攻で熱中症でぶっ倒れているだろう。精神力か、はたまた慣れなのかは知らんが、まあ、いらない方向に気合が入った男ではある。何を真剣に見つめているんだか。あいつが真剣に物事に取り組む時は、ろくなことにならない。あいつの真剣が、どんなやつの真剣より危険だ。やれやれ、また悪巧みか。全く反省しない男だ。何度停学になって何度退学になりかけたか。全く非常識な男だ。非常識な男か。非常識な男には2種類しかいない。なぜならば非常識に何種類もあったらたまったものではないからだ。男が見つめる壁は日差しを強く受けて白く反射している。まるでそれは夏の日差しを受ける巨大なキャンバスのようだ。つまりそういうことか。いつまでたってもその男は動かない。マジで倒れるんじゃないかと思ったが、あれに心配など無用だろう。ゴキブリ並みの生命力の男だ。あの程度で死ぬこともない。うわぁ。横になるとすぐに眠気が襲う。とりあえず俺は目をつぶる。おや？セミの音で目が覚める。どのくらい寝ていただろうか。とは言ってもそれほど長くはなかったと思うが、とりあえず男の姿は消えていた。あいつは帰ったのか。そりゃそうだ。だいたいあいつは夏休みに何しに来てるんだ。別段用事などないだろう。まったく暇人だな。直哉は？人のことを言えなさそうだが、実は俺には不本意ながら学校に来なければならない理由がちゃんとある。そんなことがなければこんな場所に来たりはしない。せっかくの夏休み、学校で過ごすほど暇ではない。追試かな。再び空を見上げる。あれ？なぜか空が影で遮られている。影？いや、これって傘か。傘が巻きつけられたフェンスの先に視線をやる。おや？そこには麦わら帽子をかぶった氷川の姿があった。そういえばそうだな、一章で
氷川のまあ弓もそうだけど2人の掘り下げがなかったよな。というか麦わら帽子、そして何を持っている、釣り竿ってわけでもないよな、長さ的には。氷川？暑いですね、本当に暑い。もう夏が近いんだなぁと感心することしきりです。なぜお前がいる？そりゃまああれですよ、妹後輩はいつでもあなたの心にいます。そういう妄想系の話など聞いていない。妄想系ですか？妄想系妹後輩とか、なんか新しいドラマが始まりそうですね。ああ、お前の頭の中でならいくらでも始まるのだろう。だが頭の中から出すなよ、鬱陶しいから。はいはい、分かっております。しかしまあ、先輩はいつでも氷川には厳しいですな。お前の言うことは昔からいちいちよくわからんからだ。昔からとかひどいですね。まあ、リナは昔からエキセントリックではありましたが、意味不明ではありませんでしたよ。エキセントリックである自覚はあるのかよ。エキセントリック、まあ自覚はありますよ。でもどちらかといえば中二病的ですか？チプレッセの夜とか。チプレッセの夜、その言葉を聞いて俺は、いや、夜の中に立つ黒い炎のような木々たちを思います。んで、エキセントリックなお前は何をやってるんだ？炎天下で麦わら帽子かぶって。先輩が水際で干からびていましたので、横で観察をすることにいたしました。意味不明だな。だいたい水際ってなんだよ。俺は中庭で寝てるんだぞ。相変わらず先輩は位置感覚が皆無ですね。先輩が寝ているすぐ横はプールじゃないですか。だからこうやって、金網越しに喋っているのでしょ？どういうこと？プール？ああ、そういえば。裏庭で昼寝をしたつもりであったが、考えてみれば裏庭のすぐ横はプールであった。はあ。確かに、金網の奥にはプールが見えたわけだが、人間というものは興味がないものはとことん消去してしまう機能があるようだ。つまりリナはここで釣り竿を掲げとるってことか。魚でも流れとるん。すっかり忘れていた。金網越しにリナの背中と麦わら帽子が少しだけ見える。そして開かれた日傘が、なるほど、日傘かこれ。金網に引っ掛けられていた。はい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 。俺はその日傘の中、日傘の影の中にあった。直射日光を浴びずに日陰で心地よく昼寝ができた理由はこういうことなのだろう。日傘、お前が刺さなくていいのか？だからこその麦わら帽子か。はい、リナは麦わら帽子がありますから。だったらなぜ日傘持ってきたんだ？使うかもしれないと思ったのですが、必要なさそうなので放置なのです。夏の日差しの中、いくらリナが小柄とはいえど、麦わら帽子で全身が隠れるほど小さくはない。それ以前に使わないなら開いて放置しておくこともないだろう。暑いな。そうですね。日差しの下で寝てる人が知らぬ間に干物になってしまうぐらい暑いです。人間はそんな簡単に干物にはならんだろう。そうでもありませんよ。熱中症は怖いのですよ。あれはいきなり来ますから。そうなんだよ、熱中症っていきなり来るんだよ。俺も経験あるわ。そうらしいな。さっきまでは元気だったのよ。ある瞬間スイッチが切れたようにね、記憶がぶつ切りになってね、大変だよ。そうですよ、本人が大丈夫なつもりでもいきなり気を失うことがあります。注意が必要なのです。詳しいな。リナは体スペックが低いので何度か経験がありますからな。
特にこんな日差しの下でよだれ流して寝ている人など危険ですよ。大丈夫だよ。大丈夫じゃありません。だいたいそんな無防備な顔を他人にむやみに晒してはいけないのです。別にいいだろう。そういうことは先輩が決めることじゃありませんよ。なんでだよ。寝顔はそれを見ることのできる人だけの特権なのです。そう気安く一般公開されては困りますな。何の話だか全くわからんわ。友の寝顔を君は眺めたことがあるか。友の素顔を知ろうとして。日頃目にする友の顔とはそもそも何か。そして驚かなかったか。その友の総合に。なんかの引用かな。また変なもんを引用するな。そしてよくそんな言葉知ってるな。さすが草薙先輩。十二心をくすぐるフレーズの原点はすぐにわかるのですな。歴史上の偉い人を中二とか言うなよ。ま、とりあえず先輩の寝顔を見られるのは妹の特権です。なんだそりゃ。そういうものなんです。まあいつまでもその特権があるわけでもないでしょうけど。でもそれができなくなるその最後の瞬間までこういう茶番にも付き合ってくださいませ。と、なぜか笑顔でリナは言った。そんなことよりもお前が日傘使えよ。リナは大丈夫ですよ。麦わら帽子の妹ですから。あのな、さっきお前が言ってただろ、熱中症は自覚症状もなく突然来るってさ。だいたい氷川は経験者なんだろ。それに氷川は。あれ、どうした。少しだけ静かにしてもらえます。あ、うん。リナの横に人影が見える。あれは。うん。お、いいアングルですね。どうした？リナ、それこっちのセリフだよ。独り言言いながら何をやってるの？そうか、この金網の裏側に直哉がおるわけだから、気づいてないわけか。おお、これか。ユーミはこれを見てわからないのかい？全く意味不明。魚がいないプールに竿を垂らすっていうこと？見ての通り釣り。でもここプールだよ。プールだね。何か釣れるの？それを調べてるのだな。楽しいのかな？地味に楽しい。でもつまらなそうだよ。なんですか、絡むな、ユーミ。あの日か。ユーミの影が小さくうずくまる。それを見てリナは小さく頭を振る。ナプキンあまりないからここに来ても無駄だよ。てなことで帰りーや。おばはんはもう少しここで粘るからね。ユーミはちょこんとリナの横に座る。その当たり前の仕草に少し驚かされる。ユーミはほとんどの人間のに心を開いてないように見える。そやね。アカシは当然、ケイや俺、そして同性の鳥谷、リンにも。だけど、なぜかユーミはリナにだけは心を開いているように見える。彼女の前だけでは自然に振る舞っているようだ。なんや、ユーミちゃん。はよせえな。授業始まるで。おばはんがアメちゃんあげるからな。アメちゃんもろうたらはよ帰りーな。いらない。甘いの嫌いだし。あと授業も何も、今はもう夏休みだし。確かに、なんでこの二人がこの学校におるんやろ。甘いの嫌いか。そうか、甘いの美味しいのにな。そんじゃスコンブ食べるか？美味しいで。酢の味がしてごっつー美味しいで。いいな。あんまり面白くない、そのモノマネ。面白くないかな。今大ブームなんだけどな。今年の上半期から狂ったように流行るのにな。
もう上半期終わるやん。だって6月とか7月やろ。リナの宇宙での話でしょそれ。私宇宙は全ての宇宙と等しいから、私宇宙で流行るということは全宇宙で流行るということで、つまり、なんて説明がだるい。ちょっとした証だな。そうか、夏休みってことは7月の末、最低でも7月の末から8月中ってことか。上半期からってことはもうそういうことやんな。リナはいつも教室ではおしとやかで、喋り方とかも気品がある。だから私の前だけでそういう砕けた態度を取ってくれるのは嬉しい。氷川が教室でおしとやかで気品がある。あの氷川が？マジで？単に河内のフィルターだろ。少なくとも俺はそんなリナなど見たことがな。いや、ああそういえば出会って間もない頃はそんな感じもしたか。でもあれでおしとやかというか、もっと違う、陰といえばいいのだろうか、もっと根深いものであった。というか、私が昔からエキセントリックな性格だから、私といる時は合わせてくれてるんだろうけど。でも、リナは可愛い方が、私はもっと嬉しい。いや、私はユーミが言うほど可愛くないよ。それに、ユーミのことをエキセントリックだなんて思ったことないし。私はおかしいよ。自覚あるし。でもリナは違う。自然体の時のリナは、誰からも愛される。いやいや、私がエキセントリックなのは草薙先輩にも言われてるし、ユーミに合わせてるわけじゃないよ。多分こっちが素なんだって。いや、あの先輩はエキセントリック通り越して単なる変態だし、頭おかしいし、リナはそれに合わせてるだけ。あいつはきっかい。なんだとあの小娘。まあ確かに先輩は少しおかしいよね。氷川てめえ、俺と河内の違いようだったら6対4で河内のだろ、普通に考えて。でも先輩はエキセントリックというか、まあ才能があり余る人って感じだよ。あの人は天才だもん。あ、こういう話の流れになるんか。才能だけだよあいつは。天才は才能じゃないって言うよ。誰が言ってたの？さあ、昔 K 先輩に聞いたことがある。天才は才能を忘れさせるってね。あの先輩は単なるバカだから、その言葉当てにならない。そうかな、私はすごくしっくりくるけどな。河内野が頬を膨らませる。氷川と一緒だとあんなにもあんな表情も見せるのだな、河内野は。いやいや、それにしても熱いですな。こいつは夏真っ盛りだですな。リナがこんな日差しバリバリな場所にいるから暑いんだと思う。暑いとダリーです。何もする気も起きないや。なんでこんなめんどくさいことがあるのかな。夏のこと？夏はめんどくさくはないです。そう、お嬢ちゃん、青い空、白い雲、どこまでも続く海、長い休み、そして休み、そして7月下旬から9月1日まである休み。夏休みが好きなのね。そりゃあもうすこぶる大好きです。夏は私だってめんどくさくないよ。夏休みは好きだし。なら何がめんどくさいのですか、お嬢ちゃんは。生理めんどくさい。ああ、あれね、あれはめんどくさいけど子孫残すためだからね。私は子孫残さない。神様は個々の諸事情なんて関係ないのよ。同じ生産ライン乗せて作らないとめんどくさいからね。そんなこんなでみんな同じ仕様なのよ。神様の諸事情なんて知らない。変な部分ばっかり同じ仕様で、大事なことはみんなバラバラ、デタラメ。だいたい神様なんてやつがいるとしたら文句言ってあげたいぐらい。なんて言うの？いろいろ言う。そりゃあ頑張らないとね。頑張る？そうそう。神様というお方はさ、天国に行く人しか会えない仕様になっているんだってさ。文句言いたいなら天国に行けるように頑張って生きなきゃだよ。そうなんだ。とても偉そうな人なんだね。
一生を使ってアポ取らないと会えないなんて。ひどいやつだね、そいつ。だからさ、神様は個々の諸事情なんて関係ないのですよ。神様はこっちの都合なんてお構いなしですからな。それで天国に行くためにはどうしたらいいの？リナッチはそのあたりは専門外なんでよく知らんけど、念仏唱えたり、生贄捧げたり、聖戦したり、まあいろいろだけど、手っ取り早くおすすめなのは、お金を私に渡すことかな。なんでそうなるの？聞きたい？うん。話せば長い話になるんだけど、いいかな？うん。だから、長くなるんだって。うん。説明するのだるいから、お金だけ渡そうよ。納得できなければお金あげない。ということは、納得すると金を払う。私に総額払うということですな。昔ね、悠久の昔にね、西方の大陸に神様の三体目の分身がいたの。話の始まりが唐突。いいから黙って聞きなさい。この神様の分身はね、世界の真実を教えるために世界中に布教して回ったのね。そうこうしていると、この神様の化身のもとには、たくさんのお弟子さんが集まったんだって。神様の化身とかうさんくさい。うん、そうだね。だから弟子の一人が聞いてみたわけよ。天国の門を開くには、我々はどんな行いをすればいいのでしょうか、ってね。そうすると、神様の化身はこう言ったんだって。もしそれを得たいのであれば、掟を守りなさい。掟？どんな掟？まず殺しちゃなんね。姦淫しちゃなんね。盗んじゃいけね。偽証すんな。お父さんお母さんを敬いなさい。そして、隣人を自分のように愛しなさい。盛りだくさん。うん。人間が天国の門を開くには、一生を使って、この盛りだくさんの掟を守り続けなきゃいけないんだよ。へえ、大変なんだ、天国って。でもね、そのお弟子さんは優秀だったから、そのすべてを守ってたんだって。なら、その人は天国に行けるの？うん。ダメだったんだって。なんで？主はおっしゃいました。もしあなたが完全なる門を開きたいのであれば、町に降りてすべてを売り払い、そして貧しき人々に施しをしなさい。それは、天に富を積むことになります。うん、止める者が天国の門をくぐるのは、ラクダが針の穴を通るよりも難しい。お弟子さんは悲しそうな顔で、神様の分身のもとを去ったんだって。当たり前だ。でも、天国に行くには、手っ取り早くお金を払うのがいいんだって。全額とは言わないけど、おばちゃん500円ほど融通してほしいんだな。リナがお金必要ならいいけど。お金を渡したら、私が天国に行けても、リナが天国に行けない。それはダメだ。いやー、私は大丈夫なのよ。ユーミはお嬢だから知らないかもしれないけど、天国に行けない場合でもね、三途の川でお金を渡すと、極楽に行けるのよ。地獄の沙汰も銭次第って言ってね、お金があれば、私は極楽に行けるから問題ないのよ。そうなの？私が天国で、リナが極楽なの？そうね。まあ、天国はユーミにあげるから、私は極楽をもらっておくよ。でも、それじゃ会えない。そんなこんなで、お金を貸してください。最初からお金貸してって言えばいいのに。ごめんね。そうだ。お金貸すから、リナに少し聞きたいことがある。あ？何？リナ、セックスしたことある？ぶっ。セックスって、直接表現だな。乙女がそんなんいたらダメダメだよ。なら、交尾？それはもっとダメダメなやつだ。今日のユーミは過激だな。過激派すぎて、おばはん顔から火吹くところやで。だからそれつまらないからやめた方がいいよ。つまらないとかはっきり言わない。
私は悲しい気持ちになります。ごめん、でもリナがおばさんの真似とか嫌だもん。って、そんなにすまなそうに謝るとそれはそれで傷つくな。なんであんなことみんなするんだろう。あんなことってそのあれですか。なんでだろうね。しなきゃいいのに。してもいいんじゃないの。なんで。男女は肌を重ねて愛を確かめ合うんじゃないのかなとか。人間なんて細菌の塊だよ。なんでそんなリスクを負うのかわからない。細菌の塊ってユーミは相変わらずだな。だってそうなんだもん。他人と肌を合わせるなんて。私はそういうことしないから、このだるさはなくしてもらいたい。またまたそうやって。ユーミはそんなことばかり言ってると幕に蜘蛛の巣がかかるぞ。いいもん。というかリナチだって使ったことない幕あり幕子のくせに。だからそういう恥ずかしいことを平然と言うと焦るからやめなさいって。たく、この子は涼しい顔してそういう恥ずかしいことばかり言って。で、あれ、リナ？お？どうした？私はリナですよ。じゃなくてさ、リナ、引いてるよ。え？引いてる？って、わあ！小さく浮き輪が動く。リナが一気に引こうとすると、すぐにユーミもそれを助ける。いきなり力が増えたせいで勢いよく水中のものが飛び出し、二人は倒れてしまう。リナはユーミの上に倒れる形となる。何釣れたのかな。車のホイール。プールに釣り上げられたホイールというかホイールキャップをユーミは持ち上げる。これ楽しい？微妙。やっぱり。なんだよ、今日はやたら絡むな、ユミ。このまま犯すぞ。ぽ。いや、そこは赤くなるところじゃないから。リナ、こんな日差しの強い場所にいて大丈夫なの？麦わら帽子があるから大丈夫なのだよ。でも日傘使った方がいいよ。倒れちゃうよ。あ、そっちは。あ。わお。お？あー、これもダメだ。これもダメだ。すまねえ、すまねえ、どうしようくん。これもダメだ。これもダメだ。あの、YouTube 的にアウトな表現がある。ダメだ、これは。残念だ。日傘を取りに来たユーミと目が合う。だからそれ以上に衝撃だったのは、ユーミと俺の位置関係が位置関係だから、ユーミの下着が丸見えになっている。なんてことがバラされたら殺される。俺はそのことに気づかないように、過去見ないようにユーミの顔だけを見ることを心がけた。ユーミの顔はいつもの無表情に変わる。こんにちは。河内野の姿が消える。え、恥ずかしくて逃げたのかと思ったら次の瞬間。うわ、プール脇に何か生えてたので、水をあげましょう。水って、プールの水じゃねえか。はい。塩素ふんだんで大きくなれ。ならないわ。草薙先輩はいつからいたのですか。いや、俺が一番最初にここにいたんだが。うわ、なぜ隠れるような真似をしていたのか聞いているので。先輩に黙っていてくださいって言ったの私なんだよ。ごめん、ユミ。そう、ごめんね。仲いろいろと男の人に聞かれたくない話とか聞かれたから怒ってるよね。別に、どうでもいい人に何を聞かれてもどうでもいい。ただ。
ま、待って、おい。最後にユミは水を運ぶために手にしたホイールキャップを放り上げた。ホイールキャップは金網を越えて鋭角な放物線を描き、俺の顔に衝突、激突した。しかし、この位置からだとユミの下着が見えてしまっていたのだが、それには気づかれなかったようだ。よかった、よかった。もし、それがもしバレていたら、殺されていただろう。ん？あ、しまった。思わず声を出してしまった。ユミの視線が自分のスカートに向けられる。その後、俺の顔を見つめる。草薙先輩。いや、待て、河内の。何も見ていない。嘘つき。今日は白だからよく見えたはずです。え、黒のレースじゃないの？完全に見えていたわけですね。え、てえ、それ落としたら死ぬ。河内のはどこから取り出したのか、ブロック塀を持ち上げていた。なんで草薙まで日傘に入ってきてるのですか？結局この構図になったか。確かに右は空いとったからな。適当に書くな、直哉のこと。いや、なんかプールの脇の影が小さくなりすぎてな。いや、みんなでここにいる意味自体がないんじゃないかな。確かに。別に私とリナがいる分には問題はないと思う。痛いなあ、つねるなよ。あと俺は先輩なんだから、いらない人とか言うな。あまり関わってこなければいくらでも先輩と呼びますよ。関わってくる限りはいらない人です。なんだかなあ。だって本当にブロック塀なんか投げるやつがいるか。まあ無傷だったからいいじゃないですか。当たってたら死んでたわ。そうですか、それは残念ですね。うん。それより、なんで草薙先輩はこんな場所にいるのですか？そうですね。なんで先輩は学校にいるのですか？今は夏休みですよね。ああ、野暮用があってな。野暮用ですか？まあ、野暮用だな。まさに。てなことで、そろそろ野暮用に呼ばれてるかな。そうですね。こんな場所にいたら、私たちまで本当に熱中症になってしまいますね。どうしましたか？何が？なぜ先輩がリナと同じ方向に歩き出すのでしょうか？同じ方向だからだろう。そうなんですか？2年生と3年生だと会自体違うじゃないですか。いや、授業を受けるわけじゃないんだから、3年の教室に行くわけじゃない。そういえば野暮用だと言ってましたね。何なんですか？だいたいこの時期の野暮用なんて決まってる。というか、お前らだって教室と逆方向じゃないのか？そりゃあ私たちは部活ですから。部活か。美術部か天文部なのかは知らんが、夏休み早々大変だな。先輩こそ夏休み早々大変ですね。バカなせいで今まで気づかんかったけど、夏服だね。かわいい。バカのせいじゃない。なんかこうやって同じ方向に歩くことって珍しいですね。そうか、そんなもんか。昔は一緒の方向に歩いたりすることもありましたが、大人になっていくと学年が違うだけで一緒の方向に歩くことがなくなります。そう言われるとそんな気がする。ちょっとしたことなんですけど、なんか久しぶりです、こうやって歩くの。そうだな。帰り道が同じだったら一緒に帰ったりもできるのですけどね。一緒に帰るか。ギャウ、河内の足踏んでる。ああ、すみません、わざとです。言い訳する気すらない。それはそうと、リナはこれから私と部活です。部活？ああそうか、美術部があるのか。そうです。故に部員ではない草薙先輩はとっとと帰ってください。
そんな剣幕で言わなくても。部活か。そういえば凛に絵を教え途中だったな。そろそろあの絵も完成する頃だろうか。とりあえず野暮用を済ませてから美術部に顔でも出してみるか。俺も野暮用を済ませたら美術部に顔出すわ。なんでですか？凛に教えてる絵がそろそろ完成する頃だろ。そうですね、凛先輩の絵そろそろ終わる時期ですよね。なるほど。とりあえず野暮用をサボるのはやめということでしょうか。ああそうだな、野暮用も大事だからな。そうですね。野暮用が終わったらとっとと一人で帰ればいいと思います。先輩を邪険にするな。ああそうですか、めんどくさい。